これは南シャチバナナ畑に植わっているドワーフブラジリアンです。去年は残念ながら最後のところで越冬できずに親株がダメになって子株を数株出してくれたんですね。そのうちのこれはもう最後の方に出た子株を家のサンルーフで育てていた苗です。本年はどうかなと思ってこの親株を見てみますと、この前の2日連続の失雪でこのような茶褐色の葉っぱ、葉がらになってしまったんですが、巻き葉もまあこうなりましたが、花茎頂部の巻き葉の一番下の方はちょっと緑が残っていますね。今日から2日半ぐらいは気温が高くて、あと雨が結構降るという天気予報なんですが、その後月曜日からですね、冬至ですと最低気温が2度、次がマイナス1度、その後の2日間が0度0度となってまた寒くなるんですね。だいたい2月には暖かい大雨が1度冬至ではあるみたいでして、その後また寒くなるんですね。ですから大雨が降って、これは春が来たと思って安易に外出ししたりあれこれやると、その後の寒さで緑葉だったものもおそらくこのようにですね、かっぺんしてしまうと思うんですね。まあ、それで購入してサンルーフで育ててあまり調子良くなかったので、こちらに持ってきて、そうして前回の冬は最後のところでダメになった親株の、これは一番大きかった子株ですから、ここに植えてあるんですね。でこれが親株となって本年はまた子株を出すんだろうとは思うんですが、ここは場所的にですね、その後でここにラスタリー赤、ラスタリーの赤を植えたんです。そちらはタイベジタブルバナナなんですね。でそれだけならいいんですが、ここにですね、銀バナナの中苗が一本育っているんですね。まあ、ここには銀バナナの親株があって、それから何株か掘り上げて他に持って行ったりオークションに出品したりして、もう出ないだろうと思ってたら、昨年ですね、子株が1本、最後の1本が出てきて、放っておいたらちょっとこんなに大きくなるとは思わなかったんですが、このドワーフブラジリアン、ドワーフブラジリアンのすぐ近くで大きくなってきてるので、これはなんとかしなきゃなと思ってるんですがね。それでそのドワーフブラジリアンをちょっと掘り上げて、芋の状況をちょっと調べて、それからまずこれを、まあ、ポット植えにするか他に定植するかなんかして、その後でこの銀バナナを掘り上げて移植するなり、あるいは
家系カットバック苗を作るかして、そちらのラスタリー赤とこちらのタイベジタブルバナナの間にスペースを作りたいんですね。このタイベジタブルバナナは2株とも本年出来すると思うので、できればこれの今出ている小株とか、これから出るかもしれない小株をですね、ちょっとそちらの擁壁から離して少しずつ上、それから向こうは西なんですが、西の方に移動するようにしたいんですね。でないとこの辺にその他のバナナ苗がありますので、ちょっと窮屈になりすぎますので、まあ、複数本立ちにして毎年1株か2株から収穫を得て、そうして、まあ、親株はもちろん切断します。そうして毎年ほぼ同じ場所で収穫するという連年収穫栽培に全ての株を持っていきたいので、そのためにですね、レイアウトをちょっと調整、小株調整しながら整えていきたいんですね。それでまずこのドワーフブラジリアンをまず掘り上げて、芋を調べながら、越冬中のドワーフブラジリアンを掘り上げてみました。まあ大丈夫ですね、これはね。私が大丈夫と思うのは、主にこういうふうに白い根が出てきていますね。これも、これもそうですね。これもそうですね。反対側に回ってみても、これは新根ですよ。新しい根ですね。これも出かかっている新根ですね。で、こういう新根が出てくるということは、当然これからこの巻き葉、上の方はカットしましたが、巻き葉が伸びて展開して、その次の巻き葉が出る準備がなされているということですから、まあ、これは大丈夫でしょう。で、バナナというのはあまり深く潜るような根はありません。どちらかというと水平か、あるいはやや斜め下、場合によっては土寄せなんかしてあげますと少し斜め上に出て、と横に横に伸びる性質の方が強いですね。こういうふうに長い根っこは地中に潜ってたのを、今私がこれをこう引き上げた時に一緒に出てきた根で、深く潜っていたのではありませんね。ということは、露地でのバナナの根の伸び方を知っていれば、まあ、ポット植え、鉢植え栽培というのは土台無理があるということなんですね。それで自然露地でのバナナの生育自然系を模倣するとなると、コンパクト栽培の仕方が分かってきます。例えばこういう鉢の中でこういう根が、まあ、下向きあるいは上向きにですね伸びていたとすると、それは不自然系ですから、ポット植えで、コンパクト栽培用のポット植えで植え替えをするときに、こういう根は切ってしまって、次のポットのサイズに合わせて切ってしまってですね、そうしてこういう円周形に
自然に伸びる根を増やして、それらが土中の用水分を吸い上げて、またこれが成長するというふうにしてあげるのがいいんですね。ポット植えで根を自然に伸ばすと、根が上がってきたり、あるいは底の方に行ってぐるぐる巻いたりという、いずれ不自然系にしかならないんです。ポット植えすること自体がバナナにとっては不自然な扱いなんですね。人為的な扱いなんです。ですから露地で育っているバナナの自然の粘り、根の張り方を模してやって、それを繰り返して自然系を保ちながらコンパクト栽培にして、収量は少ないけれども、それなりにその品種の味を出せるような育ち方にしてあげる方が自然なんですよ。せっかく伸びた根だから自由に伸ばしてやろうって言っても、ポットの中では自由には伸びれないんです。限られた環境ですから。まあショップで売っているバナナ苗を鉢、ポットから取り出してごらんなさい。自然系になっている苗なんてありませんから、どんな名人がやっても不自然系になってるんですね。まあそれは理解できないと鉢植え栽培もそんなにはうまくいかないと思いますね。まあそういう苗であっても、鉢から取り出して根を切り詰めて、こういう死んでいる部分がある根なんかは切り詰める方が親切なんです。そうするとこのバナナ苗の芋はですね、新しい根を出さなきゃと思って、早めに新しい根を出して、その結果新葉が速やかに出てくるということになるわけです。だからその辺は露地での基本的な自然栽培を知らないと、鉢植えでも間違った考えに陥ってしまうということになりますね。さてこれからこれは根を切って、ちょっと奥の方の高所にでも、トウブラジリアンが植わっている近くに、このドワーフブラジリアンを植えて見ようかなと思いますね。なんとかかんとか1月2月は昨年一昨年よりも厳しかったんですが、やや体感越冬性がついてきたのか、ちょっとホッとしていますね。今見えているのは前に植えたトールブラジリアンです。その上の方に植えたのが本日掘り上げたドワーフブラジリアンで、その下に植えたのは家の方から持ってきた鉢植えのドワーフブラジリアンです。今は上の方のドワーフブラジリアンの花茎がこちらのトールブラジリアンの花茎より太いですが、このトールブラジリアンのは来ないでしたので、今年成長していって、おそらく向こうのドワーフブラジリアンを追い越す勢いになるでしょう。